皆さんどうもこんにちは、ゆめとめです。今回やっていくのはこちら、フローレスギラファの幼虫1回目の禁止交換をやっていきたいと思います。もうね、これ1月、今年の1月よ、うん、禁止瓶に入れて、うん、で、もうこんなぐちゃぐちゃになっちゃってるの、汚いっしょ、禁止が。これトビムシ？トビムシ、害虫のこう中に劣化させたんだろうね。で、今ちょうど4月末なんだけど、だいたいね、3ヶ月経過したので、まあ1本目交換しないといけないなと思って今回出してみたのよ、うん、ただあまりにもね、劣化が激しすぎてやばい、うん、なので禁止瓶交換しながらギラファが大きくなる禁止の紹介と、それと、まあ、これからね、どうやって夢旅路がギラファを飼育していくのかというのを説明しながら、幼虫の禁止瓶交換やっていきましょう。はい、それではまず1本目交換していきます。この子を1月20日に入れた105ミリのオスと51ミリのメスから取れた子なのよ、うん、なんだけど今使ってる菌糸、この菌糸は北斗経済源さんのヒマラヤヒラタケっていうやつなの、うん、で、オオクワガタとかは基本的にオオヒラタケとかカンタケ使うんだけど、うんうん、あのギラファはね、ヒマラヤヒラタケの方が相性いいよ、うん、うん、俺の感覚だけどね、うん、で1本目でだいたい 20g から 40g ぐらいになるのよ、オスって、うん、体重的にはね、うん、でも 40g になる子が結構いるから、 40g すごいんだよ、1本目で 40g は。そうなの？うん、なんだけどこのヒマラヤヒラタケね、俺は今回やってるのよ。そヒマラヤヒラタケってさ、うん、ヒマラヤで取れたの？それは違うだろうな。ヒマラヤさんではねえだろうな。それやばいだろ。まあアルプスの方から持ってくるやばいだろそれ。海外から持ってきてんだろ。ということで、まず1匹目出てきたので計測したいと思います。結構見て、このプリプリな感じね、うん、マットとか、もう菌糸自体はさ、もうボロボロ、うん、もう汚らしい感じだったけど、うん、幼虫はね、それなりに大きくなってくれてるみたい。で、この子の兄弟の子で、最高が今のところ 40g。 40? うん、その 40g の個体見せてあげるね、うん、よいしょ。これがさ、もう動画撮る前に禁止瓶交換しちゃったやつなんだけど、うん、見てこれ、ここすごい大きい、やばいでしょ。これもヒマラヤヒラタケの禁止瓶使って飼育したやつで、今期今のところ一番大きい子なんだけど、40.5、もう横から見ただけで分かるよね。すごい、うん、3ヶ月でここまで大きくなったから。そうなんだ、うん、急にドカーン伸びたよね。だけど、まあ見て分かる通りやや暴れがあると。なんか通った場所さっきり分かるんだね。分かる、完全にこいつちょっと暴れ気味だから、うん、一応ね、こうひっくり返して、うん、一応管理してみて、うん、まあ暴れるようだったら、うん、まあちょっとマットとかの方にね移しながらやっていこうかなって、うん、そこはちょっとね作戦考えながらやっていくわ、うんうん、徐々に上の方に向かっていってるね。そうなんか空気を求めて上がってきてるような感じするからさ、うん、ということでまず1投目測ってきます。うん、いくよ、よいしょ。あー、ないね、全然。 20g、 20g あるよ。でも 20g はあるんだけど、うん、全然チビだな。あー、 20g、 これオス、うん、だから1本目ではまあちょっとちっちゃかったんだけど、うん、2本目でね伸びてくれることを期待したいと思います。で、すごいね、あの今こうやって禁止出した時にね、うん、思ったんだけど、うん、見てこれ、湿気でさ、うん、こうやって水たまりになってるの。これ守ったよね。うん、これはしっかりとティッシュで取ってあげる、うん、じゃないとここから劣化してくんのよ、黄色くなってくんの。この水のせいで黄色くなるから。あ、そうなの。そうで、黄色くなる原因っていうのは水分ね、うん、なんだけど、こういう風に焦げ茶色みたいな色になるっていうのは害虫の仕業。これはちょっと違う点だね。違う点だから、とりあえずこれ拭いていくわ。
あと蓋の裏もね、こうやって絶対水滴残ってるはずだから、うん、これもしっかり拭いてあげて、あげて、なんならね、消毒も一回蓋だけでもね、こうやってあげた方が、うん、よりね、こうカビ生えたりとかしないから、こういうのもしてあげるとね、またさらに大きくなるポイントではあるよね。で、穴の大きさ、うん、これ俺あんまりさ動画でカットしてて見せてなかったんだけど、うん、穴の大きさね、もう真ん中あんじゃん、うんうん、これぐらい抜いちゃうね、真ん中はグリンと、これぐらい、うん、グリッと抜いてるでしょ、うん、で、これ幼稚入れてあげるじゃん、うん、あスポット入るじゃん、もうフィットしてる超いい感じに入ってるじゃん、うん、うん、これぐらい穴開けておけば、うん、あの潜った後酸素、うん、しっかり中に入ってくれるから、うんうんうん、菌糸がさ上がってくんのよこの上に、うん、穴開いてる部分にこうやって、うんうん、その時にこのフィルターの穴を塞がないのよ、うん、しっかり真ん中開けとくと、うん、そこが大事だからこれだけ大きく開けるんだよね、うんうん、すっぽり入るぐらいがいいってことね。そう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 、じゃないとあのかき出すじゃん、うん、詰めたものを結局は幼虫がほぐすわけよ、うん、そうするとどん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 量って増えていくじゃん、ふわっとなっちゃうから盛り上がっちゃう。そうそうそう、盛り上がってくるってこと、うん、そうすると、まあ、ここの穴を塞ぎかねない、うん、で今これ穴1個しか開いてないじゃん、うん、だけど実はこれね穴もっと開けた方がいいのよ。なんで？俺これからさ一回今は入れたけど、うん、この後もう一回これ蓋だけ加工し直すんだけど、うん、穴ねこれくらい開けていい。もうめっちゃ開いてるでしょ、もともとなのよこれだけ真ん中だけ、うん、でこれくらいさ拡張してあげないと、うん、やっぱこういう禁止瓶、うん、こういうでかい禁止瓶だと、うん、やっぱ息がもうなんか続かないみたいな、うん、酸素が十分にか取れてない感じで、うん、だからあんまり大きくなってくれないの、うん、だからこういう穴の加工ドリルで、ね、うん、やってあげることも、まあ、大切だなと、うんうん、まあ、感じている次第でございます。もう別にいっぱい開けても、ま、もう問題はないってことでしょ。まあまあまあ開けすぎは良くないとかそういうのないってこと。まあでもほら結局はなんだろう、もう最大限に穴開けてもこれくらいね、うん、結構開けてるね最大限に開けてもこれくらい開けただからね、俺いろんなやつ試したの、うん、穴めちゃくちゃ開けて、うん、どうなのってことで、うん、でもこれがギリだったねこの5箇所、うん、5箇所開けるのが限界。だから丸々くり抜いたりするとこれ水分抜けがやばすぎて、うん、この表面、この表面がカピカピになる、うん、乾燥してって劣化してくる今度、うん、だからもう限度はこれということで、結構ねあの話長くなっちゃうのでどんどん交換していきます。はい、ということで2投目交換していきたいと思います。もうこの子もさ、もうだいぶさもう劣化しちゃってさ、この子たちっていうのは、うん、ラックの一番下段に置いていた子なの。うんうん、飛び虫が降り注ぐ下のところに置いてたってこと。そうそうそう、だから一番劣化してんの。これ全部飛び虫が入ったってことでしょ。すごいね、やばいよね、やばすぎ。やっぱ一番安全なのは上ってことか。まあ新しい順にこうやってやっていくからね、うん、だから飛び虫がついても大丈夫なやつは下に置いた方がいいってことかな。そう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 、じゃあいくよ、うん、もう結構食べてくれてるこれ、いくよ。ほら、でも大きくない、この子大きいね、うん、いい感じになってくれてるこの子は。飛び虫で免疫強くなったしね、飛び虫に免疫とかねえから飛び虫に免疫とかちょうどで測っていきます。よいしょ、お、いいねいいねいいね、大きいよ。 38.5g、うん、いいと思うよ。 38.5g のデカオスにはでっかい禁止瓶をね授けてあげよう。でかいね、 38.5 だったら ね。はい、ということで3投目交換していきます。こっちはもっとやばいね、すごいやばすぎだろこれ。交換していくよ、うん、ヒマラヤヒラタケね、まあ、劣化そんなに早いタイプじゃないんだけどね、いくぜ、よいしょ。うわ、これはちっ
したいかな。卵巣が確認できないから、うん、多分オスなんだよね。いくよ。ああ、 24g のオス、まあ、23.5 になっちゃったね、うん、ああ 23.5g のオス。結構差あるよね、大きさに。ね、ああなんでだろうね、だいぶ差があるように感じるわ。はい、ということで4頭目もやっていきます。いや、そろそろさ、メスとかも出てきてほしいなと思うんだけど、うん、なんかオスだらけの感じがする。メスいないんじゃね今年。俺前一番初めに交換した時のメスもさ、2頭ぐらいしかいなかったのよ、うん、やばくない？オス、オス、なんかオスだらけの世界になりそう今季。ということで出てきたので測ってきます。よいしょ。うん、小さいけどこれもオスじゃないかな。あ、メスだ。これ微妙なところだな。これもなんか卵巣みたいなのが見えるのよ、うん、たまにこれ卵巣わお出てきた。あー、なんか、あ、ほらほら卵巣ある、卵巣。あ、痛い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 、挟まれた。いくよ、うん、よいしょ。わあ、やば、 19g のメスだ。これでかいね。大きいんだ。ああ、でも最近交換した時さ 20g くらいのメスもいたのよ。うん、おお、だからね、ちょっと今回はメスも爆弾的にでかいやつがいっぱいいる。うん、ああ、マジマジ、なんだろう、今年のさ、うん、あのパナイ、これはフローレスさんのギラファなんだけど、うん、パナイ島のギラファ、うん、違うところのギラファなんだけど、違う島のね、うん、ギラファなんだけど、それで俺56ミリのメスが出てきてんの、うん、その56ミリのメスの最終体重っていうのが23だったんだよね。うん、うん、俺オスだと思ってたのよ、23g だから、うん、オスだろうと思ってブリードしてたら、まあ、最終的になんかこうぐるぐる暴れちゃったからマットに移したんだけど、うん、その時でも 21g ぐらい体重あったのよ。うん、まあちっちゃいオス出てくんのかななんて思ってたらさ、メスだったんだよ。へー、うん、だから 19g とかのメスだったら多分ね 52、3 は言ってくれると思う。うん、うん、はい、ということでラスト最後のボトルになります。この子はね、生まれるじゃん、うん、卵から生まれるじゃん、うん、その瞬間に隣にいた同じ兄弟を食べた子だから。ああ、そういうこと、共食いってこと。共食いした子かじってたのよ、隣、孵化したばっかりなのに。へえ、じゃあ俺じゃない、栄養いっぱいで吸っただろうね、こいつ。大きくなってる可能性があるんじゃない。あるかもね。もう凶暴だからさ、すぐに俺禁止瓶に入れたらもう、うん、禁止プリンカップに一発目からもうぶち込んだのよ、うん、こいつはでかくなるんじゃないかと思って、うん、でも多分そんな大したことないかもな。でちょっと出してみます。どうでしょう。うん、そんな大きくねえな、やっぱりな。はい、ということで最後の個体、めちゃくちゃちっちゃいね。共食いしたとは、共食いってかさ、うん、仲間を殺めたくせにさ、うん、めちゃくちゃ小さいオスだから、これいくよ。よいしょ。20.5g、うん、やばいでしょ。今回さ、掘り出したやつでさ、一番大きかったの 38.5g でしょ、うん、で一番ちっちゃかったの 20.5g だから、うん、約、まあ 18g ぐらい差が出てるのよ、うん、結構やばいね、これね。これからガーンと伸びてくれればいいけどね。うん、うん、すごいわ。元気はあるんじゃない、でも。じゃあそうだね、体力あるかもね、まだね。うん、うん、ってことでエンディングの方、うん、迎えていきましょう。はい、それではエンディングになります。今回はギラファーのコギリクワガタ、フローレスさんのケイスケギラファの禁止瓶、1回目の禁止瓶交換を行いました。まあなかなかね、差が激しいね。うん、もうなんかだ天地の差ぐらいあったよね今回ね。うん、うん、だけどもこれからもね、この子たちの成長をこの YouTube で配信していきますので、次ね、どれくらいこう差が縮まるのかとか、さらにこう広げ、さらに広がるのか、さらに広がるのかとか、うん、そういうのも見ていきたいと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、概要欄からリンクに飛んでいただいてフォローの方お願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。